スマホ時代でも IC レコーダー売れてるみたいですね。今日 WBS、ワールドビジネスサテライトを見てたら IC レコーダーってなんか売り上げ上がってるみたいですね。これ意外でしたね。今 IC レコーダーなんて売れてない。そのスマホ時代だから売れてないのかなと思ったんですよね。もともと iPhone の中にも入ってる。さらに、 アプリケーションとしてダウンロード,ロードすれば高機能なものが手に入る。だからみんなスマホにしてるのかなと思ったら意外に IC レコーダー売れてる。値段的にハイエンドのものではなくて1万円以下ぐらいのもの、そのくらいのものが売れてますね。まあシニア層、スマホを使えないシニア層が,があのシニア層の習い事のために一番売れてるみたいですね。 ただ、あの、音楽のレッスン、あと授業、授業の録音、そういうものをするために若い人も使ってるみたいですね。まあ、ここちょっと私考えてみたんですけど、やっぱスマホはあの別の目的で使いたい。何か調べ物をしたり、電話通話したりするのに使いたい。IC レコーダーはずっと回しておきたい。そういう考えがあるのかなって感じましたね。IC レコーダー、よく考えてみれば、たまだ棚、 まあ、ワンプスパンかツースパンぐらい IC レコーダーの棚ありますからね。そう思うと、まあ、売れてるものなのかなって、まあ、気づくべきでしたね。もう時のものって感じでしたけど、そんなことはない。まあ、意外でしたね。